自分が想像してた以上にいろんな国の人たちがいたので、本当にこうやって世界中の人たちと友達になることができて本当に本当に嬉しいです。クラスの友達はたくさんいました。ケンブリッジのクラスは特に3ヶ月間クラスが変わらないので、すごく仲良くやってましたし、いろんなところをみんなで一緒に行きましたし、終わってからも連絡を取ってます。すごいもう分かりやすくて優しくて温かくて、もうなんかやめたくない、学校卒業したくないぐらい本当にいい先生ばっかりでした。ホームステイの家族はもう本当親切で、それこそまだまだ英語が全然拙い時だったんですけど、一生懸命バスの乗り方だったり、そのこっちの文化だったり教えてくれて、なんか今になってはちょっと申し訳ないなって思うぐらい全然喋れなかったんですけど、ちょっとまた帰る前に会いたいなって思うぐらいいい家族でした。ダーリンハーバーの隣に住んでるので、学校行くのにも仕事行くのにも歩いて通ってるので、シティの中でも一番大きなタウンホールという駅からもう徒歩 1,2 分の場所になるので、どこに住んだとしても非常に通いやすい場所じゃないかなと思いますし、終わった後にどこか飲みに行ったりとかもできますし、どこに行くにしても一番安い場所かなと思います。私他の学校にも何人かこう友達がいたんですけど、なんかその子たちの話も聞いて改めて、わ言えるしって、設備完璧やなって思ってめっちゃ自慢をしてました。イベントとかを忘れてても明日だよっていう連絡が来て、あよかった忘れてたとかなった時に助かったし、本当になんか一人一人にこう気を使ってちゃんと見てくれてるんだなっていうのがすごい伝わってきてすごく良かったです。 ELC を選んで良かったなと思ってます。絶対に進めたい学校です。